誰？
先生本当じゃない？待って、むずいぞ、むずいぞ、むずいぞ、これ惜しい集中集中足動かして。サーバンドボールもあるよ。おーい第1位また第1位やっちゃったと思ったの。ちゃんとマーカーお魚見てゴーアウトや。今これ狙うことよ。ああ4人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 は3人ああそう3よし3さいいああ4さ4さ山田4さ賢い賢いいいね山こっちこっちそれはこっちうわ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 うありがとうございます。ああこの年になるともうあんまりね一つ増えようは一つ減ろうは、まあ、減ることないですけど気にすることないですけど40の節目はさすがにねちょっとどっしり重いものがありますよね。よく人生の折り返し点とも言いますけど、まあ、少し心境の変化もこれからあるだろうなっていう気はしてます。そうですね、まあ、とにかく選手たちがワクワクドキドキしながらサッカーをして見てる人たちにもそういう風に感じてもらえるようにチームを導くことが指導者の仕事だと思ってますので、まあ、そのために何をすべきかということを常に頭を巡らせながら仕事をすると、それが引いては、まあ、人生盛り返しましたので前半戦でいただいたご恩をねお返ししていくということをにつながると思いますので、そういう一年になるといいですね。
はい、まあ、40歳をですねこのエンブレムをつけて迎えるというのは想像もしておりませんでしたので、非常に光栄に思っています。今はなかなか、自分にとっておそらくいつか振り返った時にはいい経験だったと思える40のタイミングなんだと思いますけども、もう今その渦中にいる中ではねそんな余裕もなく日々過ごしていますけども、それを非常に幸せだと思って過ごしています。シーズンももうすぐ始まりますので、また鹿島スタジアムでお会いできるのを楽しみにしておりますので、ぜひ暖かくも、いや違うな、厳しくも暖かく、応援していただければと、もしくは一緒に戦っていただければというふうに思います。はい。